さあ、竹島社長です。ちょっとこれ老眼鏡やめよう。ちょっとなんか変な顔が余計変になってますからね。ちょっとね、昨日は前々からちょっとお知り合い、の方のね、ブログで、知り合った方なんですけども、なんていうか、セミナー講師とかされてた、社長さんのところですね、ちょっと相談に行ったんですけども、今後のね、自分のこととか、どんなことをしてたらいいかなとか、いろんなことをね、聞いてきてたんです。他にもちょっとね、いろんな話があって、それなんかこんなのはどう思いますかとかね、そんな話を、あまり、私も同じような意見だったんで、私も、その意見な、その、なんていうのかな、その、あれはダメだなというのは、確認できましたというところでね。はい。ちょっと今日はね、こちらジャンパー着てるんですけど、なんか昼間は暖かかったんですけどね、夜になったらなんかやや寒くなってきやがって。でもね、エアコンあんまり高くすると、喉痛くなるでしょ。だからちょっと我慢してるんですけどね、それでもエアコンですよ。エアコンはね、今ね、何度かな、20度見えます？20度なんですよ。ねえ。で今ね、ちょっと自撮り棒でね、ビデオカメラの自撮り棒をね、買ったんですよ。でね、人間って変なものでね、新しいものを買ったら使いたくなるんですね。だからこれね、昔の武士とかはね、刀とか買ったら、多分、人切りたかったんちゃいます？多分ね。わかんないですけど、江戸時代とかはね、それは無理だと思うんですけども、例えば戦国時代とかね、あのぐらいでしたら、ただあれ勝手に切っちゃあかんのかな。やっぱり戦争の時だけなんですね。戦の時だけなんでしょうか。でもな、その戦っていうのもね、今の時代に言えばね、このビジネスのこの場面がね、戦の場面になっておりますんでね、これから先どういうふうにね、私もどうなるか分かりませんけども、ルンペになることはないと思いますね。何かしらのことをやって、生きていくことはできると思いますね。もちろんこのままこのお店もやるんですけども、ちょっとね、違うことにもね、挑戦したいっていうのもありますんで、ちょっといろいろ考えております。ただね、その感じでね、昨日ちょっといろんなことを、お話しさせてもらったんですけども、一つにはその方と同じようなね、ご職業をするのもいいんじゃないのかとかね、いろんなことを聞いたんですけどね、ただね、やっぱうまいですね。お話がうまくて、引きずり込まれちゃうんですよね。話にね、どんどん自分が中に入っていっちゃって、結局なんか僕もその社長のね、話、そのいろんな話がね、ワクワクしちゃって、すごく楽しくなっちゃって、そんな話あるんだったら僕もね、仲間に入りたいななんてね、思っちゃったりしちゃったんですけど、ただね、そういうわけにはいかないでしょうからね。僕みたいな、なんかわけのわかんない、変なやつ入れてもね、何の役にも立ちませんからね。立つって言ったら、多少体力仕事ができるぐらいでしょうかね。そんな感じでございます。はい。ちょっとね、ここ今定位置でね、いつもこの立ち話ですかね、この普通になんか適当に立ってる時はここが多いんですけど、もしね、その後ろのガラスにね、なんか変なものが映ったら、ごめんなさいっていう感じですけども、それでね、その方がね、なんか若い時に、高野山のね、方行きまして、で朝、朝駆けですね、まだちょっと暗い中、ワンちゃんと、ワンちゃんっていうような可愛いワンちゃんじゃなくて、どちらかとしたら獰猛なワンちゃんなんですけどもね、その方は、その犬には、そのね、飼い主には別に獰猛ではないんでしょうけども、わからないですけどもね、一般的には獰猛だと思われるようなワンちゃんをと一緒に行ったんですね。そしたらですね、山門をくぐったところで、なんかふと人の気配を感じたと。でもさっきまで何もいなかったはずなんだけどなということでね、ハト見たらね、お坊さんがいたらしいですね。でお坊さんが座禅を組んでたのか、お経を唱えてたのかちょっとわからないんですけども、で、あまりにもね、確かね、あの社長はそのお化けとかそういう幽霊とか妖怪とかそういうのは信じないでしょうし、一番怖いのは多分人間だった。僕も一番怖いのは人間ですね。やっぱ裏切られたりとかしたりとかね、はめられたとかね、するのはやっぱ人間ですからね。動物はそんなことしませんからね。はい。それで
そこでちょっとさすがにお坊さん怖いということでね、まあ、しかもその朝のね本当に3時4時5時、まあ、5時まで行ってないから4時ぐらいらしいんですよ。で後ずさりしながらね、まあ山門くぐったあたりでお辞儀をして退散しようかということをしたらしいんです。でその時にそしたらですねお坊さんは向こうを向いてたんですね、まあ、まあ背を向けていたらしいんです、ね、その社長に対して。そしたらその、お坊さんがですね、社長が、お辞儀をして退散をしようとした時に、お坊さんもお辞儀したらしいです。すごいお話をね、怖いですね。この句ね、わざとこういう風にしてるんですけど、ね、もし何か映ったらね、なんかちょっと面白いなぁと思いながらね、ただ映ってしまったらちょっと僕も怖いですけどね、明日からここで仕事できなくなるんでね、それだけはちょっとやめてほしいですけどね、そんなこと言って後ろにちょっと見ちゃったりしますけどね。ただね、やっぱり僕それね、弘法大師様じゃないかなと思うんですよね、高野山なんで、はい。いまだに弘法大師は高野山の奥の方の、そういう建物の中で、修行されているっていうことになっておりますんでね、ですから肉体はなくなったのかもしれないですけど魂はまだあるのかな、ちょっと僕わからないですけど多分、そういう形に、なっておる、まあ、そのぐらい、修行されていた方だと思うんですね。だからやっぱりね、そういうその選ばれし人はやっぱそういう弘法大師様とか、そういった方と遭遇できるんじゃないかなと思いますね。ただちょっと怖いですけどね、僕も朝はちょっとなーとか思いますよね。さすがにちょっとお遍路してる時にね、朝2日目の時か7番目だった日かな、ちょっと、2日目のお遍路の時のね、動画見ていただくとね、もう朝焼けのところでね、お寺の横の駐車止めたんですけどね、朝焼けでさえ怖いですもんね。だって人気が全然ないんですもん。もううどん屋さんもなんかやってんのかやってないのかわからないし、なんかお寺もなんかやってる、なんか空いてるのか空いてないのかわからないですけど、まあまあそこのお寺さんはね結構良かったんですよ。はい、御朱印みたいなのあるじゃないですか、あれ、なんだっけ、経の帳っていうのかな、わかんないけど、あれね、他のユーチューバーのね、歩きお遍路してるユーチューバーさんおったんですね。まあ日本一周とかねされてる子なんですけど、その子が言ってました。88箇所終わった後にこう言ってましたね。まああれ300円ぐらい払うんです。大体どこも大体300円ぐらい払って書いてもらうんですけど、なんて言ったらいいのかな、やっぱ僕もそうですし、そのユーチューバーの方もそうですし、まあ、あの人はユーチューバーではないのかな、YouTube で収益取ってなかったからね、あくまでもやっぱり修行、まあ、修行というおこがましいものではないんですけど、自分たちがやっぱりその四国にお遍路をさせてもらって、何か変わるんじゃないかなとか、何か自分がなんかこう、いいことが起きるんじゃないかとかいうのを、まあ、期待していってるわけなんですけど、その期待していっていたのにもかかわらず、そのね、御朱印を書いてくれる人がね、結構ね、不愛想な人いるんですよ。僕もおったんですよね。何番だったかな、19番札所だったかな、あそこのおっさんが、なんだこいつとか思ったんだけど、まあでもそんなん言うたって、僕ね、それ言ったのが4時ぐらいだったんですよ。で、確かにね、4時ぐらいまでのところが確か1箇所か2箇所あるんですよ。だからそこなんかなと思ったんですけど、でも4時とは書いてなかったしなと思って、で、行ったら普通に書いてくれたんですけど、なんかすごいなんか横柄で、なんかね、ちょっとわかんないですけど、こんなんのって、はい、こんな手出してきて、お願いしますってね、なんか、あっかこいつとか思ったんですけどね、なんかそういうのが悲しかったですね。せっかくそのお遍路っていう、素晴らしいその文化をに携わってるのに、なんかそんなのって、そう、じゃあ弘法大師様はそんなの許すんですかっていう話ですけどね、何の話になっちゃったかよくわからなくなっちゃった。まだね、今日はちょっとこれ含めたあと、1、2、3個、4個か、できればね、全部ちょっとアップロードしたいんですけど、もう、ただでももう今これね、9時17分なんですよ。えらいことなんでね、ちょっととっとと終わらして、
まあ明日アップするかもしれませんけども、はい、ちょっとね、このお話バージョンがねちょっと多く最近多くなっちゃったんですけども、ちょっと車がね今日多くなりますんで、どうかよろしくお願いします。そしたら、チャンネル登録、高評価、またコメントの方もねよろしくお願いします。ぜひねちょっとこっちの方にもねコメントくださいよ、お願いしますよ。車ばっかじゃなくてさ、お願いします。じゃあ、またねー。